どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう。俺のサクサクセスシーズンネックス、視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは板前握り寿司さん、松坂大輔さんからのリクエストですね。常葉菊川から、早稲田大学山葉へ行った甲子園最強の二粒子と言われた町田選手を作っていきたいと思います。右投げ、これはね、実際ね、動画でね、調べてもらった方が早い。もう、見る前にもう、わかるだろうから。もう見ればわかる。とりあえず DNA でいきます。守備強化だよね。守備エラー回避。これでいってみよう。エラー回避ってもう言わねえんだよな。補給だよ、補給。なかなかうまくいきませんな。とりあえずリベンジ。いいね。で、今度守備力、いいスタート。これはでかい。よし、切り替えていこう。強化系は何もないけど、大丈夫。エラー回避もここで上げちゃう。シェア、守備、補給も、つい、間違えちゃうんだよな、毎度毎度。よし。おい。佐野選手、パワー7アップ。あんまパワー7アップ今回嬉しくねえな。まあ、とりあえずいいや、ゴール。ステージ1でグレードが100超えたら結構美味しいんじゃないか？ステージ2、ゲ。ゲっていう、普通に嫌なやつ。まあ、使い方次第だよね、こんなのも。とりあえず良かった。繋がってて。で、よいしょ。OK。繋がってたよ。あ、とりあえずゴールには帰れるな。ただこれだと面白くないな。いいよ。どうだ。ちょっと。で、帰ってきて、いや、選手には会っておこう。はい。総力アップ。で、ゴールと。オッケー。地殻変動、今回プラスに働いたね、割と。ステージ3。最高。はい。ミート、超人念。オール守備にどっかで、上でいけるな。多分、総力、肩、1、2、3、5、1。いけるか、ギリ。いや、ギリきついかもしんねえな。あ、まあ、ここに肩があるから意外と融通は効くな。いけたわ。じゃ、ちょっととりあえず全部守備にしちゃおう。ひとまず。オール守備。これで、ここで一気に守備力を上げる。このステージ3で。と思ったんだが、ちょっとこのハテナで。宝箱。入った。戻ろう。ちょっと今。おーしょ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 、赤無地。入った。先に回復しちゃう、ここで。で、シャッフル。で、よいしょと、ここら辺で一気に取ると。カレンさんはマジで言ってる？来い！よし！でかい、これはでかい、真面目に。肩、超人念。肩が上がるか。そしたら、ここ行っちゃおうかな、ちょっと。体力的に、カレンさんのおかげで、かなり美味しい思いできてるから。うん。いいんじゃない？とりあえず。守備力アップ。守備力アップ。守備力アップ。そして、パワーアップ。なに？そこは守備じゃねえんだ。うく！まあいいや。パワー D。ミートもとりあえず D。で、守備力アップ。やる気あげて、守備力アップ。様々、回復！もういいか。とりあえず。総力、ちょっと上げといて、ゴールと。ラスト21。カードなし。あ、まだステージ4だわ。そうなると結構順調だな。無理して。ちょっと能力上げてる感あるけど。ゲ。ちょっとやる気は上げたい。やる気というか弾道は。そしてカレンさんがどう来るか。とりあえずこっちだ。体力危ういぞこれ。先に宝箱とりあえず無視でいい。ちょっと厳しすぎるあまりにも。7。で、そしたら、ここで、シャッフルしちゃえばいいんだ。で、野球マンに会えばいいんだから。おっしょ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 し。いいねいいね。で、宝箱をどちらにせよ無理か。帰ろう。せめて、じゃあ、これ取って。で、ゴール。オッケー。ラストステージ5、ここで勝負。カードは何もなし。とりあえず、肩 B。シャッフル。
いや、シャッフルだな。今迷ったの、赤踏んで、た方が効率はいいのかなって思ったんだけど、その判断は多分絶対まずいやつだから。え、何カレンさん、動かない？あ、動いた。よし。よし、なんとかなった。あぶねえ。はい。とりあえず、守備力 A 行って、そしたら、1、2、3、4、5、6。待てよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9の方がいいな。エラー回避。あ、だ、ここで、こうして、で、それで、いいえで、1、2、3、4、5、6で終わればいいのかな。ほい。で、途中選手に会えたら、でかい。選球眼。で、よいしょ。よいしょと。あー、S 行かなかったか、ギリギリ。これ、守備職人になっちゃったら美味しいけどね。ゴール。うん。まあまあまあ、いいんじゃないだろうか。一応、その、守備の高さというか、補給ももうちょっと行きたかったけどね、気持ちとしては。だから、肩と補給が入れ替われば、かなり良かったんですよ。まあ、これはこれでありですけど。ということで、じゃあ、完成にいたしましょう。守備職人なんてあったらもっと良かった。まあ、これは文句。ということで、完成とさせていただきます。それじゃあ、1年間回してみましょう。はい、1年間回してみた結果でございます。打率、まあ、2割5分、うん、ホームラン8本、66打点1盗塁というところでございます。まあでも、そうね、走力とかも伴えば意外とでもホームラン8本っていうのは、これがまたチーム2位なんです。タイだけど、うん、8本、まあ、いいんじゃないですか。三振は111個でちょっとまあ多め。まあでもその回フォアボールが、あー、そっか、選球眼があればちょっとフォアボール増えるかなと思ったんだけど、なかなかだね。まあまあ、これからでしょうね。そうなってくると。まあ、だから育て方によって変わってくる選手になってくるのかなと。チームトップの併殺か。ちょっときついな。盗塁は2分の1といったところでございます。うん。でもまあ、問題は守備だから。守備力89。さあ、これがどう響くか。あー、セカンドで、まあ、守備率9割7分1厘。やっぱり守備職人があればもうちょっと15未満目指せたのかななんてちょっと思うんですけども、まあこれからだね、こういうのも。でもまあ一応守備を上げたいっていういいところはなんとかできたのかなっていうところなんで、まあ今後ちょっともうちょっとそうですね、補給とかも上げられるように頑張っていきたいなと思います。気に入っていただけた方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。リクエストする場合はまず動画概要欄をご覧ください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。